今結構コロナウイルスの関係であんまり外でご飯を食べれるっていう機会があんまりなくて、そういう形でのお祝いはしてないんですけど、学校、今高校2年生で学校行った時になんかサプライズみたいな感じでクラッカーでパンみたいな感じにされてると、めっちゃ嬉しかったです。This is gonna do it. Ta has just won. We have an unknown player from Who Are You to Monthly Champion. Well, I'll tell you right now, he's Ta, and he is now on the radar of this league. こんにちは、日本出身のTaです。4月のマンスリー決勝戦チャンピオンです。プレイし始めたきっかけは、友達に一緒にやろうって言われてやったのがきっかけで、優勝するなんて全く思ってなかったです。はい。練習するの全く思ってなくて、始めたのは2年半前ぐらいです。とりあえずグランドチャレンジっていう100エメラルドかかるんですけど、とりあえず上手い人と戦えるっていうモードがあって、それをたくさんしましたね。それぐらいですかね。あと上手い人とフレンドバトル機能を使ってフレンドバトルしてました。はい、好きなカードはアイスウィザードとトルネードってカードが結構好きですね。プレイスタイルは結構防衛から入ってめっちゃ防衛してから攻めるって感じで。And Todd seems to have dethroned our number one seed in the eighth spot. An unknown comes into CRL finals and takes down the German god that is Morten. Morten 選手はもう、めちゃくちゃとりあえずクラロワが上手くて、あんまり当たりたくなくて。Morten 選手に勝った時は、Morten 選手は結構昔から上手くてプロにも入ってて、結構世界2位とか取ってるイメージがあって。自分より圧倒的に格上の相手だから、結構なんか実力の分ではまだまだそんなにないんですけど、デッキ選択は結構いい感じになって勝てたのがとりあえずめっちゃ嬉しかったですね。その自分より上手い相手に勝てたのは結構自信ついて結構嬉しかった。でサンドボックス選手ももちろん上手いのはそうなんですけど、デッキ選択がめちゃくちゃ上手いんですよね、サンドボックス選手だから。あんまり戦いたくなかったです。ゲームがより一層楽しくなりましたね。楽しくゲームをすることができるようになったっていうか、結構今までちょっと辛い思いをしつつゲームをしてた時があったんで、結構今は楽しくクラロワしてます。日本人なら、元プロのキックスに入ってたゆうや選手ですね。その後、ゆうや選手が一番尊敬してるっていうか、ゆうや選手多分めっちゃ楽しいと思いつつ、やってて通話とかした時も結構楽しそうにフレンドバトルとかしてくれて、いい人だなっていう、人柄もめちゃくちゃいいと思って優也選手尊敬してます。アドバイスめっちゃ上からみたいになるんですけど、自分でも優勝できたんで、めちゃくちゃクラロワやってたら、1年前ぐらいも普通に日本のプロチーム結構見てて YouTube で、距離遠いなと思いつつ見てて、自分も出たいなと思いつつけど、今回、その、なんて言うんだろう。プロチームは自体はあるけど、そのなんか、誰でも参加一応できるよ、みたいな感じになって、参加資格誰でもあるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思うし、楽しいですね。改めまして、タワです。もしかしたらグラチャレで当たるかもしれませんね。これからも精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。